よろしくお願いします。本日も強敵くんとのシングルスの解説ということで入れていきたいと思います。早速ですがね、今日というかこの日ですね、この日はですね、強敵くんと全部で4セット試合させてもらいまして、強敵くんいつもありがとうございます。本当に付き合わせてすいません。でも今のフォアに振ったのがいいボールだったんですけどね、いいボール振ったけど強敵くんがちゃんと返して、その後のボールが良くないんだよな。もう決まったと思ってるんだよな。なんかこう次が来ると思って、あれ前取りたいっすね、やっぱりね。ちゃんと最後まで決めないとダメですよね。これですね、強敵くんとすごい暑い日だったんですけど、強敵くんと4セットやらせてもらったんですけど、そのうちのこれはファーストセットで、正直割と元気な方です。これでも割と元気な方です。でもファーストセットから僕ら結構ボール追わなくなってます。っていうのもですね、僕らこれ多分もう5時間以上テニスした後で、このファーストセットからの4セット始めてるんで、まあ、結構ヘロヘロなんですよ。つうかこの日すごい暑くてですね、まあ、2人とも疲れ切って、まあ、その割には強敵くんね、まだサーブ&ボレーとかする元気ありますけど、ね、第4セットあたりになってくるともう全然2人とも動けないっていう、あんまりにも情けない試合だったんで、これはさすがに動画には上げられないという動画ができてしまいましたんでね、あれはもう一生暗入りですから、人にはお見せできません。僕も強敵くんも結構お見せできないプレーをしています。まあ、このファーストセットは、ね、割と元気でやってますんでね、解説入れるのでもすごくいいと思うんですけども、相変わらず、僕の方がボコボコに、まあ、30-15 か。キョリ君基本的に元気な子なんで、キョリ君がね、だからフォースセット結構ヘロヘロになってるのがすごく珍しいなと思いましたね。さすがに彼もね、5時間、6時間、7時間、あ、彼の方がね、1時間ぐらい長くテニスしてるんですよ、僕よりも。1時間、1時間半ぐらいかな、長くやってるんで、僕よりも絶対疲れてるはずなんですけど、まあ、それでもね、彼の方が元気ということで、ちょっとそこは悔しいところなんですけど、強敵くんのサーブもね、強敵くん本人が言ってたんですけど、動画で見ると僕のサーブしょぼいっすねって言ったんですけど、全然しょぼくないですから、全然、まあ、動画で見ても僕は早いと思ってるんですけど、実際のサーブもっと早いですし、で彼、すごくね、サーブコースつくようになったんでね、さっきのも結構ワイドに切れた、いいサイズでしたよね。サーブが増えてきたから、ね、セコンドではあれ、だいぶ僕外に追い出されてますからね。それで、あんだけ前に詰められるとさすがに厳しいですよね。これ、サーブ打ってからの動き、すごい速いっすね。僕が打つときぐらいにはもう、ネットにほぼほぼ来てるぐらいですね。彼のサーバーのボレー、すごい綺麗だな。あれも僕、あそこまで詰められてたら、全然違うコース打つしかないですからね。何もできないでいるなぁ、なんて言ってはいけないので、まぁ、ちょっと。解説の方入れながらやりたいと思うんですけど、セカンドサーブになりますね。あ、振っちゃいかんだろう、だ振っちゃいけないよ僕。切ないなこのプレーは。ファーストサーブ、おー、彼リターンからよく狙ってますよね。まあよく狙ってる、彼がよく狙ってるのか、僕がたまたまボールがしょぼいのかよくわかんないですけど、まあ、さっきのさ、ね、まあ、ほぼほぼボディで9位もないですからね。ツイッターの方でもね、僕結構つぶやかせてもらってるんですけど、サーブかーなり今悩んでますね。本当にアンダーサーブってやろうかっていうくらい悩んでますね。まあ、まずこの日もダブルフォルト多かったんですけど、まず球威が上げられないですよね、サーブってね。サーブの球威が上げられないで、サーブのコースがつけないってなるとかなり厳しいですね。だからさっき僕のセカンドサーブ、強敵くんが綺麗にバックハンドでストレートに運んだっすけど、ああいうことされ放題なんですよね、正直ね。もうちょっとコースをつくか、だセカンドサーブにしたってもうちょっとなんかこう精度よくコースついてていかないと、
何にもしょぼいんですよね。あとね、この日はバックハンドスライス全然ダメでしたね。バックのスライス全然入んなかったですね。まあ、バックのスライスを打って入れるだけの体勢で入れてないっていうのが一番原因なんですけど、最近ね、でも重心を低く保ち続けるっていうのと構えを早くっていうのはすごく意識するようになって、まあ、それ意識するようになってからは、練習でもラリーはすごく続くようになったんですよね。でもやっぱ試合でもラリーになるとすごい続かないっすね、僕はね。強敵君の方がやっぱり続くし、その続く中でのボールでもいろいろやってくるっていう感じありますよね。まあ、だんだんでもちょっと構えを早くしたりとか、まあ、重心を低く保つとか、そういうんで少しずつスイングが安定してきて、なんかちょっと硬さが抜けてきたかなとは自分では思ってるんですけど、どうですかね。ちょっと皆さんのご意見伺いたいですね。そういうのはちょっと、伺いたいですね。そこのフォアハンドちょっと、ね、綺麗になったつもりでいるんですけど、自分としては。その辺、どうかな。皆さんの目で見ていただきたいですね。センターいいこと来るんだよな。あれがもう全然僕がリターンできてないですもんね。サーブ1本でかなり僕追い詰められちゃってますし、ね、強敵君にはかなりのチャンスボールになっちゃってますから、前がはっきり飛ばせるようにならないと。本当に一撃一撃で持ってかれちゃってるんですよね。サーブ一撃でやっぱり持ってかれるし、なんか帰ったかな？でもすごい切り返してくるな。あれもまあアウトでしたけど、強敵君からしてみれば、サーブ打った後なのに、ずいぶん待ってちゃんとコースついて打ってきますよね。かなり余裕が。帰ったけど、軌道が高いから。シンプルにラリーが続かないっていうのはありますね。もっとなんかこう落ち着いてラリーできるといいんですけどね。この日バック側は本当にダメでしたね。いつもだったらバックハンドのスピンはもう少し続くんですけど、それもなんか原因があるんでしょうけどね。それを試合中に見つけてちゃんと対処できる、することができないのが僕の弱さですよね。いや、あれだってうまいな。結構ああやって前に落ちるとね、僕なんか結構ああやって変な風に前に落とされると自分からミスしちゃうんですけど、彼すごいいろんなとこ狙えますよね。器用なプレーするよな。ボディ気味。これはまあ深く返そうとして、これですね、今ですね、僕がですね、ストリングの方ちょっと悩んでまして、今までゴーセンさんの G スピン3っていう赤いストリング、ナイスさ、赤いストリングの方を使わせてもらったんですけど、まあ、ちょっとですね、そのスピン中のストリングの、なんていうんですかね、引っかかりっていうんですかね、ちょっと振り抜きの重い感じが最近ちょっと気になってて、まあ、ボール食いついて、こう、ね、グッて掴んでるっていう感じなんでしょうけど、それがちょっと独特の重さっていうか、スピン系ストリングの、それがちょっと気になって、まあそれ、スパンって弾くようなスイングができれば、そういうのも気にならないんだと思うんですけど、まあ今ちょっとそれが気になっちゃったんで、丸型断面ストリング、いわゆるスタンダードな丸い断面のストリングにしようかなと思って、今2つ、まあこれもゴーセンさんなんですけど、G スピン3と、まあ、同じ系列、G ツアー1と G ツアー3っていうゴーセンさんのストリングがあるんですけど、その2つを今試してます。で、この動画で使ってる、そのファーストセットで使ってるのは G ツアー3の方ですね。こっちの方がちょっと飛びが良くて、打球感も柔らかくて、まあ、結構一般向けのストリングかなって。G ツアー1の方がもうちょっとハードヒッター向け、少し硬めの打球感っていう感じなんですけど、まあ、ファーストセットの方はその G ツアー3でやらせてもらって、で、セカンドセットも多分 G ツアー3でやったんかな。で、サードセットまた次動画を上げたいと思ってるんですけど、サードセットの方では G ツアー1を使ってやってみてます。ラケットは同じプリンスファントム100、2019年発売のものなんですけど、
G2A1 と G2A3 って、まあ、同じ G2A シリーズなんですけど、全然性格の違うストリングなんでね、どっちの方がいいかなって思って今試してみてるんですけどね、まあ、その辺の違いなんかもちょっと見れると面白いかなと思って、今回の動画は自分でも結構楽しみにしてるんですけどね。G2A3 の方は結構飛びがいいので、すごく楽に振り抜けるんですよね。あ、これまた僕のサイトの方でもインプレイしてますんで、ぜひそちらの方も見ていただきたいんですけど、すごく楽に振り抜けて、まあ、すごくスピン特化の打ち方っていうんですかね、すごくスピンをかけようかけようっていうスイングをするとちょうどいいっていう感じなんですよね。G2A1 の方はどっちかっていうと、こう、まっすぐ飛ばすっていうか、ネットの軌道の低いところを通していくような、でスピードとパワーがすごく乗るストリングなんで、芝居ってね、フラット気味の軌道で飛ばすのがすごくいい感じ、低い軌道の、が生きてくるストリングだと思いますね。G2A3 は低い軌道で打っちゃうと、どうしてもちょっとそのままオーバーアウトみたいな感じ、ちょっと飛びすぎちゃう、そこのコントロールは少し難しい感じで、でもスピンかけると、スピンかけてるにもかかわらずすごく飛んでくれるんで、深いところまで行って、そのストロークがすごくいい感じのストリングでしたね。いや、今のも早いなぁ。リターンのポジションがすごくね、僕のサーブが読まれてるっていうのもあるんでしょうけどね、要所要所でやっぱり前に詰めてきますから、運からやっぱり上手いですね。やっぱ上手いよな。いや、ワイドに切れるサーブ打ちたいんですよね、今のもそうですよね。ファーストからそんな安全に、まあ、自信のあるセカンドがないからっていうことになるんでしょうけどね。セカンドサーブにもっと自信があれば、もっとコースも厳しくファーストから狙っていけるんでしょうけどね。いや、さっきのも強敵くんのが早いっすね。リターンの位置が結構前でしたよね。弾んで上がりっぱな叩かれてる感あるもんな。しかし、今の僕のリターンなんか、ちょっと僕なんか打ちながら後ろに下がってましたね。落としちゃダメだよな。いや、悩んでるな。バックスライス試合の中で使えるようになりたいっすね。まだちょっとその感じがないんだよな。おお、深く帰ったんじゃない？パラリーだよ。おお、ついてラリーしようよ。だって追い詰められて、なんか、バックハンドスライスを使わされてる感ありますね。ああいう時ならむしろ僕、スピンの方が得意なような気がするな。ね、自分からやりに行けるときじゃないときにはバックハンドスライス多分打てないんですよね。ね、自分から入っていったときじゃないと、あれ、緊急回避でバックハンドスライス、僕多分苦手なんですよね。あ、今のなんかはただ合わせただけで結構深く入りましたね。あれ、G2A3 の特性な感じがしますね。あれ、コントロールし続けろっていうのはちょっと難しいっすね。たまたまね、ちょっと深めに入ってくれましたけど、まあでも彼にとっちゃ結構前に入ったボールだったんで、アプローチできるショットですね。ですかね。セカンド、ファーストサーブがボルトですね。セカンドサーブになって。で、あ、僕はちょっと前詰めましたね。あー、でも彼、早いっすね。ボレーをサービスボックスよりも内側でしてますね。あ、今見てなかったな、彼の動き。ちょっと巻き戻したいぐらい。すごい早いっすね。僕もサーブ&ボレーって、まあ、時々やるんですけど、やるんですけどっていうか、やりたいんですよ。サーブ&ボレーってやっぱり、ね、かっこいいじゃないですか。ね、鈴木孝夫プロとかね、ああいうのが漕ぎようにできたらかっこいいなと思ってやってみるんですけど、サーブを打ってから中に入らないと、やっぱり僕なんかサーブの確率ただでさえ悪いんで、ちゃんとサーブ打ってからじゃないとできないんですけど、そのちゃんとサーブを打ってからだと、あんなに前入れないっすよね。彼、むちゃくちゃ速いっすね。打ちながら中に入ってるぐらいなんかな、すげえ速い。で、ほぼほぼ真ん中のポジション取ってて、
まあね、それ左右抜けばいいんでしょうけど、そんな余裕、彼のサーブ結構いいサーブなんで、かなりいいサーブなんで、そんな余裕正直ないんですよね。セカンドのサーブになって、足りなかった。裏で、追いついたけど、彼早いな。おお、ただのラッキーですね。ラッキーというか、彼の優しさですね。今のはね。なんかこう、すごいとこに決めるとかわいそうだっていう、情けが出ましたね。確かにね、優しいんでね。今のが、今ラリー的にも良かったのかな。あ、そうそう。ボルトですね。ワイドに切れるスピンサーブはね、もうちょっと確率よく入ってくれるといいんですけど。セカンドサーブのコースは甘いな。うわ、これはね、ちょっと僕、フォア側に動きましたからね。フォア側に動いたのも、あれ多分ね、フォア側に来ると思ったんじゃなくって、打った後、まあ真ん中に戻るっていうね、行動を取ると思うんですけど、その真ん中に取る、戻るっていう行動をしてたんだと思うんですよ。で、彼が打つタイミングが一瞬早いんですよね。いつもはこのタイミングで打つんだけどっていうタイミングよりも一瞬早いタイミングで打ってくるんで、だから彼すごいタイミングをいろいろ変えてるんだと思うんですよね。だからそのタイミングが変わってるせいで戻ろうと思ってるところで打たれちゃってるんですよね。だからいつもだったら彼がちゃんと打つ前にスプリットステップを踏んでるんですけど、それよりもそのスプリットステップのタイミングを彼がずらしてきてるっていうプレーですよね。めちゃくちゃそれうまいですよね。要所要所でそれ使ってきますからね。センターとか。ね、あれをやればいいんでしょうけどね。僕も彼の、サーバンドボレーが来た時にね、今僕サーバンドボレーしてましたけど、まあ、ファーストボレーの位置だいぶ後ろでしたけどね。相手が打つときにスプリットステップして、そこからさらに前に出るみたいなことしてないんだな。そこからね、また1歩でも2歩でも前に詰めることができれば全然違うと思うんですけどね。ファーストサブレッドですね。セカンドサーブ、セカンドサーブになって、まあこれね、まあ、これで終わりますんでね、相変わらずの06ということでね、綺麗に向かれて終わりということで、今回も完敗ということで、また、サードセットも上げますんで、ぜひ見てください。またどうぞ。